松潤さん、今日もね、良かったですね、動画。今回は取って出しということで、実際にピアノを弾いていただくところをね、2曲ほど拝見させていただきました。尾崎豊さんのダンスホール。結構雰囲気出てますね、あれ、やっぱりね。それからもう1曲は、ダンスホールって尾崎豊さんが16歳ぐらいの時に作った曲じゃなかったですかね。なんかデモテープが YouTube に上がってたのを私見たような気がするんですよ。16歳であの曲と。凄まじいものを感じますね。でもう一曲は酒と涙ですけども、長崎弁で歌うってのもなかなかユニークじゃないですか。以前ね、 iPhone の解説を広島弁でやるみたいなのがブレイクしてました。数十万回転とかで動画してましたけども、私実はあの人に会ったことがあってですね、なんかそれがちょっとした自慢なんですけども、そういう風にね、方言でやるっていうのはいい切り口ですね、とってもいいと思います。で今回はね、せっかくなんでハッシュタグについて説明させていただきます。ハッシュタグっていうのはこのシャープっていうマークを使うものなんですけども、 YouTube の視聴回数を高めるためのちょっと小賢しいテクニックであるんですよね。最近導入されたもので、ハッシュタグの付け方としては動画説明欄の中にハッシュタグ尾崎豊、ハッシュタグダンスホールみたいな感じでやっていきます。そうするとタイトルの上にね、純ちゃんのタイトルの上に、松潤さんのタイトルの上にあの青文字でハッシュタグ尾崎豊、ハッシュタグダンスホールって出るんですよ。そうすると同じハッシュタグをつけた人との関連性が強くなりますんで、流入を呼びやすくなるんですよね。いきなりドーンとは上がりませんけども、多少の効果があると思いますんで、手間でなければね、やってみたらいいと思います。でもちろんね、このハッシュタグにもルールがあって、人を侮辱するような言葉とか攻撃的な言葉とか卑猥な言葉とかお下劣な言葉はダメです。使わないと思いますけどもね。であとね、ハッシュタグはたくさんつければいいと思うんじゃなくて、理想的には3個ぐらいなんですよ。2個か3個つけて、いい感じかなと思います。たくさんつけすぎると無効化されることがあります。15個以上は絶対ダメです。10個ぐらいつけてもいいんですけども、ちょっと必死さが出ちゃってね、10個ぐらいつけたら説明欄が台無しになっちゃうんで、私は3つぐらいつけるのが効果があっておしゃれなのかなっていうような気がしますね。それから動画説明欄の、あと1つですけども、歌詞をね、入れてらっしゃいましたけども、これからね、長く続ける中で歌詞を全部掲載するのはもしかしたらいろいろとね、慎重にならないといけないところがあるかなっていうふうな気もするんですよ。詳しくはちょっとね、どこまでいいのか分かりませんけども、だから替え歌っていうかね、方言で歌ってるところは歌詞で書いてもいいのかなと思いますし、あとはどうですかね、歌詞そのものをバスッと出すのはちょっと何とも言えないところがありますね。著作権っていうのをやっぱ YouTube やってると無視できない問題がありますんでね。はい、というところで今日はハッシュタグのことと動画説明欄の使い方について少しお話しさせていただきました。で YouTube の再生回数を上げる講座っていうのをね、昨日作りましたんで、これをね近々アップしようと思います。お楽しみに。それではいってらっしゃい。